2018年4月4日5時1分ラグビー全国高校選抜大会第4日、3日、熊谷ラグビー場。他、1次リーグ最終戦を行い、C 組の天理、奈良、は佐野日大、栃木、2-4-5-0で快勝。3戦全勝で11年ぶりの準々決勝進出を決めた。関東勢では B 組の流通経大柏、千葉、と、前回優勝で D 組の桐蔭学園、神奈川、が8強に進んだ。5日に行われる準々決勝の組み合わせも決まった。1次リーグ3試合は、すべて80点以上で圧勝。2連覇へ向け桐蔭学園の藤原秀幸監督は、この先はレベルが4つぐらい上がるので、早く強いところとやりたかった。その準々決勝は、おととしの決勝で敗れた東福岡と激突。抽選に臨んだ SH 小西大成、主将は、V には春の目標。チームも一戦ごとに成長していると感じる。勝ちます。と自信を覗かせた。今、あなたにおすすめ。